今日の聖書の言葉「新約聖書」「ヤコブの手紙」一章二十一節。ここにこんな言葉が記されています。心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。告白などでその著作が知られているアウグスティヌスは偉大な まキリスト教の神学者の一人として評価されている人物です。彼は354年、ま今から1700年近くでしょうか。以上も前に、北アフリカで生まれました。経験なクリスチャンであった母、モニカ。このお母さんのもとで育ちます。しかし、青年になると、 遊び暮らすす毎日を送るようになってしまいまい次第にそんな自分の姿を見て彼はやるせなさを感じるようになったようですある時知り合いの家の庭で悩んでいると「子どもの取って読め取って読め」ということ声が聞こえてきましたすぐそばにあった聖書を開いて 読み始めますがそこにはこう書いてありました「主イエス・キリストを着なさい欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません」アウグスティヌスはこの一行の聖書の言葉で目覚め自分はキリストを着なければならないつまり罪を悔い改めて これまでの生き方を改めて神様に立ち返らなければならないそんな風に気づいたわけです聖書の言葉神様の言葉には力がありますそれはまさに神様の言葉だからです聖書の言葉を通してアウグスティヌスの生き方は変わりました今も 聖書には神様の言葉には力があり私たちの心生き方を変えていくのであります心に植えつけられた御言葉を素直に受け入れなさい御言葉はあなた方の魂を救うことができます今日の聖書の言葉が教えているように心に聖書の言葉を植えつけたいものです私たちの魂を救えと導く 聖書に是非親しんでいただくことがそのように心からおすすめいたします。